県庁では今朝、災害対策本部会議が開かれ、各関係部局が被災地での復旧・復興に向けた支援の状況を報告しました。この中で今月12日から昨日までに延べ1400人余りの県職員が25の市町に派遣され、損壊した家屋の調査や罹災証明の発行業務などに従事していることが公表されました。しかし特に被害の大きかった南房総を中心に人手不足が課題になっているということで、県は被災地の復旧・復興を加速させるため、国に対し県外の自治体からの職員の派遣といった応援要請を行う考えを示しました。また会議では森田健作知事が、今月20日に赤羽和義国土交通大臣が災害救助法の支援対象とならない住宅に対する支援制度として国の交付金で手当てする方針を示したことを歓迎した上で、市町村の要望を十分に聞きながら協調した支援策を検討するようにと指示しました。検討いたしましてもですね、何しろ自衛隊の皆さん、それからね、電力の皆さん、それから関係者の皆さんの力を借りながらね、もう一日も早く今頑張ってますので、なんとかご理解をお願いいたします。